テクノスケープとは、テクノロジーのシステムによって人間が構築した構造物が作り出す景観。産業景観と呼ばれてもいたが、近年、テクノスケープと呼ばれるようになった。工場、コンビナート等の建築物による工場景観が代表的なものであるが、その他、鉄塔、水門、橋梁、ダム等の土木構造物から、列車、航空機等の大型乗り物機械や、 各種発電所など、現役と体役問わず様々な産業的要素で空間が構成される。テクノスケープは各種産業のための構築物が織りなし、今日景観資源として捉えられている。これまで風景観は17世紀に確立した古典的な風景観があるが、そうした風景観が失効したという前提に立つ新しい風景観は新風景として捉えられていた。 そのうちの一つに、情報化時代の風景が提示されていた。もともと工場の煙突や建物その他設備、クレーン、高架高速道路、ガスタンクといった工作物が作る景観は、工業景観と呼称され、それらは実質的機能を追求して建設されている。それにもかかわらず、それらが時としてその形やデザインから芸術性を感じ取ることが試みられてもいた。 そうした設計者、建設者の意図とは別に、工業発展の過程で、その機能を支える構成自体の見事さなどが、評価される過程で、偶発的に生まれ見るものを魅了していく。テクノスケープが織り成す景観の価値は、作り手ではなく、見る人がその価値を決めるという考え方が生じて、誕生した。テクノスケープはコンバージョンによる活用も多く、試みられている。 代表的なものに、ワシントン大学のリチャード・ハーグが計画、設計した米国シアトル市のガスワークパーク、ドイツのイヴァ・エムシャーパークやフランスのエコミューゼであるエコミューゼ・ダルザスなどが知られる。ありがとうございます。